適応度は生物学、特に集団遺伝学など数理生物学分野で用いられる語である。辞儀通りに理解すれば、その生物個体がどれほどその生活する環境に適応しているかを示す値である。しかし、これには出産数や出産間隔など直接的に繁殖に関わる特性だけでなく、筋力や視力、体の大きさといった多くの特性も間接的に関わってくる。 このことから適応度はその個体が生物として反映していく能力を相対として捉えるための概念と捉えることができるチャールズ・ダーウィンの時代に用いられた適応度はこの意味であり現在でも適応的と同様の意味として適応度が高いと用いることがある現在一般に用いられている定義としては一般的には自然選択説の考えに立ちより多く 子供を残すものが選択されるのだから、ある生物個体が、その生涯で生んだ。次世代のこのうち、繁殖年齢まで成長できたこの数となる。動物学などのフィールドワークや実験では、遺伝的適応度を計測することは困難であるため、この定義を近似値として用いる。これを個体適応度と呼ぶ。またこの実数で表す適応度のことを絶対、適応度と呼ぶ。 個体数が安定した環境では平均的な絶対適応度は1である。しかし繁殖戦略によっては次世代の子供の数が同じでも孫の数に差が出ることもある。そのためより正確な表現としては十分遠い将来のある世代に残った子孫の数ということができる。一方、遺伝的適応度はある形質をもたらす対立遺伝子が集団中に広まる速度ということができる。 例えば二組のペアがおり、一方が遺伝子 X の影響で生涯に6匹の子を設けたとする。もう一方は対立遺伝子 Y の影響によって生涯に4匹の子を設けたとする。この群れの平均算指数は2イコール5であり、X の適応度は6、5イコール1.2となる。Y の適応度は4、5イコール0.8となる。この値を相対適応度と呼ぶ。集団遺伝学。 数理生態学などで通常を用いられるのは遺伝的適応度であり相対適応度である遺伝的適応度は個体適応度と一致しない場合がある集団全体の相対適応度は常に1であり相対適応度が1であればその遺伝子は広まりも減りもしないが1より小さければ集団内で次第に数を減らし1より大きければ次第に数を増す値が大きければ大きいほど 急速に広まる。この例では、X が増してゆく、適応度地形の略図。矢印は、適応度地形上の個体群の移動を表し、A 点と C 点が、局所的な最適値を示す。赤い丸は、非常に低い適応度の個体群が最も良い、適応度を獲得するときの移動の仕方を表す。三次元空間で表した NK モデルを元にした、適応度地形。進化の経路は、 複数存在する適応土地形は1923年にシューアルライトラによって提唱された遺伝子型と生殖性効率の関係を視覚化するために用いられる数学的モデルである。例えば二次元空間上に個体群の各生物個体を配置したとすれば、そこに高さの軸を追加してその軸の値に適応率を当てはめると起伏のある局面が得られる。この局面を 適応度地形と呼ぶ。適応度地形の概念を用いると、適応度の高い個体がその数を増やし低い個体は数を減らしていく様子を説明しやすい。適応度が高い個体は、適応度地形の中で高さが高い位置におり、適応度の低い個体は低い位置にいる。個体群はより多くの個体を高い位置に置こうとして、低い位置の個体は次第に数を少なく、 高い位置にいる個体の個体を多くなるように繁殖を行う図に示したときこれはあたかも局面上の起伏を登っているかのように振る舞う適応度をある個体の子孫だけでなくその親族あるいは同じ対立遺伝子を持つ可能性のある他個体にまで広げたものを包括適応度という社会性行動の進化を扱う際には包括適応度を用いなければならないこの場合は通常 ここにも包括適応度における血縁度の計算が適用される。包括適応度は遺伝的適応度の概念の一つであり、包括適応度を個体の数で計算すると混乱の原因となる。包括適応度の上昇はある社会行動の効果に対して用いられる。例えば自分が親族を助けたことでその親族が多くの子を残した場合、自分の 自他行動に関する対立遺伝子の包括適応度が上昇する。全く別の地域に重視層を作用できなくなった親族が幸運でも自分の包括適応度が上昇したことにはならない。適応度の概念を提唱し、数学的なモデルとして構築したのは集団遺伝学者、ロナルド・フィッシャー、JBS ・ホールデン、シュー・アル・ライトラであった。WD ・ハミルトンはこれを拡張して、 包括適用度を提唱した。さらに後年、ジープライスの強文算則を取り入れて、包括適用度を親族以外にも適用できる概念へと拡張した。詳細は、遺伝的アルゴリズム、進化的計算、及び最適化問題を参照自然選択説を計算に応用した。遺伝的な最適化問題では、集団内の個体、客中一の持つ様々な特徴から、 適応度を算出し個々の個体が問題に適当化を判定する。この適応度を判定する関数を適応度関数と呼ぶ。算出された適応度が高い個体は多くの子孫、客中にを残し、適応度が低い個体は子孫をあまり残さずに最終的に絶滅していくことで求める回に徐々に近づいていく。適応度地形は最適化問題でも用いられ、山登り法、 最急効果法、強約購買法、焼きなまし法などの最適化アルゴリズムは、適応度地形上での最良の値を探索すると考えられる。適応度関数、またはフィットネス関数は一種の目的関数であり、遺伝的アルゴリズムにおける解、客中3の最適度を定量化し、特定の遺伝子が他の遺伝子より優れていることを示す。最適な遺伝子、あるいは少なくとも、 他よりも比較的最適な遺伝子で交差などの遺伝的操作が行われ、より良い次世代を生み出す。理想的な適応度関数はアルゴリズムの目的に密接に関連し、素早く計算できる。遺伝的アルゴリズムは何度も何度も世代交代を繰り返す必要があり、実行速度は非常に重要である。適応度関数の定義は直接的でないことが多く、蛾によって生成される。 最適解が期待したものでない場合は繰り返し実行される。場合によっては適応度関数をどう定義すべきかも明らかでないことがある。このため遺伝的アルゴリズムでの解の評価を外部エージェントに任せる場合もある。ありがとうございます。